皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。人生をよく生きるの大輔です。人生をよく生きる大輔トークス、まあ仮称ですけれども、記念すべき第1回目ということで始めていきましょうか。まあ前回、まあ冒頭ね、まあ皆様にお知らせがありますということで、トークコンテンツを始めますとさせていただきましたけれども、記念すべき第1回目にして、またまた告知をさせていただきます。はい。人生をよく生きる大輔、この度、本の読み聞かせをします。はい。何とっぴなことをお前言ってんだということですよね。何をするかというと、私が自分で出しました、在宅血液透析患者のリアル、導入から8年、透析開始2000回までの奇跡という本があるんですね。昨年の10月かな、はい、Kindle 本を出しまして、12月の頭か11月の終わりか、ちょっと忘れちゃいましたけど、ペーパーバッグ、まあ、紙媒体でも、出版というとあれですけれども、まあ、Amazon 様の、お力をいただいて、出させていただいて本があるんですけれども、そちらを、まあ、この VTube でね、読み聞かせをしようかなと。お前の読み聞かせなんて聞きたかねえよというツッコミは置いといてですね、まあ、なんでそんなことをやろうかという話ですけれども、まあ、きっかけですね。本当はね、第1回目のトークコンテンツは先週の1週間の振り返りとかね、まあ、従来のスタイフでお話してたような内容を喋ろうと思ったんですよ。思ったんですけれども、時に今は1月の24日月曜日の1時ぐらいになるんですけれども、まあ、日曜日ですね、その前の日土曜日が非透析日だったので、非透析日明けということで4時間の透析を、まあ、大体0時ぐらいに終わって、まあ、それからツイッターなりね、 YouTube なりをこう見てたんですよ。した時に音楽系 YouTuber って言っていいのかな、ミノミュージックのミノさんっていう方がいらっしゃって、まあまあその界隈ではまあ有名な方だと思うんですけれども、で私はなんでこのミノさんっていう存在を認知したかというと、まあ、私の好きなねレジェンドギタリストのチャーさんとの対談をミノさんがされていて、その動画を見たのがきっかけで、このミノミュージックミノさんというのを認知しました。で、あ、非常にこう音楽に造詣の深い方だなという印象を持って、昨日ね透析が終わってミノさんの YouTube を見たんですね。まあ、開いたというか。そしたら、ご自身がね、ミノさんが、昨年なのかな、出した本があるんですよ。タイトルが、戦いの音楽史。こちらを、まあ、出版されていて、その本を、ミノさん自身が読み聞かせをされてたんですよ。朗読されてたんですね。で、それを、まあ、YouTube で流していたんですよ。いや、目から鱗でしたね。こういう手があったか。まあ、手っていうとちょっと言い方がトゲがありますけど、本のページ数が、先ほど Amazon で見たら、そのこの戦いの音楽史っていう本ですね、これは256ページあるそうなんです。で、それを皆さんご自身が朗読されていて、前編後編に分かれていて、それぞれ1時間半ぐらいそれを見て、まあ聞いて、あ、ごめんなさい、全部聞いてないですけど、いや、この手があったかと思いましたね。言うなれば、オーディオブック化を自分でしてるって感じですよね。ご自分のその著作を自分でオーディオブック化して皆さんにお届けしているということだと思うんです。で、これできるじゃんと思ったんですよ、自分が。その、本の質とか知名度とか置いててくださいね。やるのは自由じゃないですか。はい。はい、その辺は多めに見ていただいて、私もできるなと。なぜなら自分で一応本出してるから。売れてる売れてない別ですよ、一応出してるんで形上は。で、これはできるなと思ったんですよ。で、プラスしてこの自分の本の読み聞かせ、読み聞かせっていうとちょっとあれだな、お前に読み聞かせなんかもらいたくねえよと言われちゃうので、朗読、はい、勝手な朗読、はい、これと、その VTube、アバターとガッチャンコしてね、一つのコンテンツになるかなと思ったんですよ。もう思いつきですね。思いつきのレベルなんですけど、やってみようと思いました。
さてさて、じゃあ実際にどうするかですけど、初めはね、このトークコンテンツで展開していこうかなと思ったんですよ。まあ何章かに分けてね、つまり何回かに分けて、そのトークコンテンツの中でやっていこうかな、まあ配信していこうかなと思ったんですけど、メインコンテンツの方でね、だから週1回の、今日曜日か、日曜日で出してるプログラムの一環として、書籍の読み聞かせをアップしようかなと今のところ考えてます。まあ、なぜなら、まあ、せっかくね、その自分の活動の柱、ブログだったり、まあ、VTube とは違うね、その肩の力を抜けた人生をよく生きる大輔がこういう人間ですよっていうのを、聞いてくださいって言ってこのトークコンテンツを立ち上げた矢先に、そこでねこういう朗読みたいなことをしてしまうと、まあ、自分もなんか腑に落ちないところがあって、だったらまあメインコンテンツの方で展開していこうかなと思ってます。で、実際どうなんでしょうね。先ほど言いましたけど、そのミノさんの戦いの音楽史は256ページで、配信時間が1時間半1時間半なんですよ。で、私はどうかというと、在宅血液透析患者のリアル、こちらは Kindle 版だと何ページっていう概念がないでしょうけど、ペーパーバックでいうと107ページなんですよ。だからまあちゃんとした方がちゃんとした本を出すと、その200何ページとかいくんでしょうけど、まあ私の場合はね、もう拙著なので、拙い諸説なので、たった107ページしかないので、一発撮りでもう今週末に1本上げて終わりっていう風にすることも多分可能なんでしょうけど、ちょっと何分これもう思いつきで今話してるっていうのと、実際に収録をして、まあどの程度時間がかかるかっていうのがわからないので、今こうだっていうのはちょっと言えないんでね、あれですけど、やってみます。はい、やってみますので、で YouTube で本の読み聞かせオーディオブックを流すということについて、著作権の観点からどうなのかなっていうのが、ちょっと気になったんですよ。まあただ普通に考えれば問題ないですよね。なぜなら自分の本を自分で読むんで問題はないと思うんですが、まあ念のため、弁護士先生が本の読み聞かせに関する著作権、まあ、そのことについて解説をしている YouTube 動画があったので、まあ、ちょっといくつか見て、参考にさせていただいたんですけど、まあ、問題はなさそうですよね。基本的に他人の著作物を営利目的で使用するということは、その著作権侵害に当たるということが、まあ、大前提なので、まあ、その点で言うと、私の、その自分の本というのは私自身に著作権を帰属しているので、私自身が私自身のチャンネルで読んで、それを YouTube でリリースするというのは何の問題もないだろうというふうに思ってます。はい、まあなんだろうな、やっぱり在宅血液透析という、まあ、患者内での知名度というのは、その、まあ、これはもう再三言ってますけれども、現在の透析患者数のたったの 0.2% しか現在、まあ、患者がいないという事実と相まってね、私の活動自体の知名度っていうのもなかなか上がってこない。まあこれはね、その患者数が少ないというだけの問題ではなくて、私の力不足、努力不足はもちろん前提としてあるんですけど、知名度が上がってこないということですね。で、つまりは、私が出した書籍もなかなか知名度が上がってこないという現状はあります。 Twitter だったり、ブログだったりということで、まあ、時々、告知みたいな感じでね、すり込みさせていただいているんですけれども、なかなか難しいということを思っていた矢先に、このミノさんの YouTube での、まあ、ご自身の書籍の読み聞かせというアプローチを見聞きして、これはいいなと。で、考え方によってはね、ミノさんの YouTube のコメントにはありましたけど、これいいんだやってって、そのまあ、やってくれてありがたいんだけど、いいのって、だから損じゃないですかっていうことですよね。読み聞かせをしちゃったら、もうそれで内容を完全リリースしちゃうわけだから、
本が売れないんじゃないのっていうことを間接的に示唆してるコメントもあったんですよ。だけど違うなということですね。だから入り口をどう開けるかっていうことですよね。そういう開け方があるっていうことですよね。まあ、だそれが私にとっては目から鱗で、だ特に私のようにね、今非常に先ほど言いましたけど知名度が低いという中で、自分が本出しましたって言ったって誰も見向きもしてくれないですよ。で加えてこれはねちょっと失敗した感はあるんですけど、タイトルがね、在宅血液透析患者リアルっていう、その在宅血液透析患者っていうのが表にボンって出てる、タイトル自体はキャッチなので好きなんですよ、好きなんですけど、その実内容はどうかというと、在宅血液透析に特化してないんですよ。半分は在宅血液透析ですけど、それの半分は、まあ、私が慢性子宮体腎炎と診断されてから、まあ、腎保存期ですね、でそこから生体腎移植を受けて、でそこからまた移植腎が排泄をして、でそこの経過も半分紙面割いてるので、その別に在宅血液透析に関心のある方がターゲットではないんですよ。 CKD 患者さん全般にも、まあ、読んでいただける内容だと私は思ってるんです。ただしかし、まあ、私の努力不足は前提としてあるものの、まあ、タイトルがね、在宅血液透析患者のリアルっていう、在宅血液透析っていう超ブルーオーシャンなネームがタイトルになっちゃってるっていうところで、なかなか浸透していかないっていう現状があるので、まあ、そこをまあある意味打破するにはね、この美濃さんがやられてる手法っていうのはかなり思い切った手法ではあるけれども、やる価値はあるなと、まあ、むしろやるべきだなと、その私のような説長ね一人でも多くの方に手に取っていただくには、それぐらい思い切った手を打っていかないといけないのかなということですね。ちょっと着手してみます。それで、まあ、順調にいければね、1月の30日の日曜日の21時にアップしたいなとは思ってます。はい、それが、さっき言いましたけどね、まあ、1回完結で終わりにするか2回に分けるか、まあ、多分2回に分けると思うんですけどね。まだ自分のその VTube をアップするっていうその作業工程がね、まあ間に合うかできてないので、いろいろ勝手がわからない中で作業を進めていくので、多分まあ2回ぐらいに分けるとは思うんですけど、そのつもりでいますので、はい、楽しみにしていてください。まあ、ただ不測の事態がある可能性もあるので、はい、まあ予定は未定ですけれども、一応お楽しみにしていてください。はい、それではまた。